終を迎えます。死んでしまったオスの分までせっせと食べ物を運ぶカルメン。とそこに現れたのはあったので大胆に近寄ってきました。しかしカルメンは巣の中からくちばしで攻撃。オスを追い払います。ようやくいなくなったと思って巣から出てくるとまた来ました。よほどカルメンが好きなのか、一途といえば一途ですよね。でもカルメンは子育てに大忙し。オスの誘いに乗る気はないようです。そんな時、ヒナを狙って恐ろしい敵が近づいてきました。ハシモヘビです。カルメンが食べ物探しで留守の間にオリーブの木を登ってきました。侵入していきます。ヒナたちは大丈夫でしょうか。その4分後、パートナーとヒナの両方を失い、カルメンの子育ては悲しい幕切れと。そばにいるカルメン、どこからかあの片思いのオスの声が聞こえています。これからはどうするのでしょうか。しばらくしてカルメンがあの片思いのオスと一緒にいました。ヤツガシラは1回の繁殖期に2度卵を産むことができます。カルメンは新しいパートナーと再び子育てに挑戦。オリーブ畑に舞うカレーの木、ヤツガシラ。どんな苦難にあっても決して負けない。ただひたむきにたくましく命をつなぎます。
さん、俺らそんなこと言うと。